ジェイソン・ドナルドはアメリカ合衆国カリフォルニア州フレズの出身のプロ野球選手。ウト右ミギ現在は MLB テキサス・レンジャーズに所属2012年8月13日アリゾナ大学から2006年のドラフト3巡目でフィラデルフィア・フィリーズに入団。2008年8月には北京オリンピックに野球アメリカ合衆国代表として出場し、 銅メダルを獲得した。日本との3位決定戦では8番遊撃手としてスタメン出場し、川上健進から2点本塁打を放つなど2打数に、アンダ2打点に死球の活躍で、銅メダルの獲得に貢献した。2009年7月29日に、クリフリー、ベンフランシスコとのトレードで、カルロス・カラスコ、ルーマーソン、ジェイソン・ナップと共にクリーブランド・インディアンスへ移籍した。 2010年は、トリプル A 級コロンバスからスタートし、アズドル・バルカブレラの故障により昇格し、5月18日のタンパベーレーズ戦でメジャーデビュー。6月2日のデトロイト・タイガース戦では、完全試合まで、あと一人と迫っていたアーマンドガララーガから一塁のアイアンダを放ったが、この判定が明らかな誤信であったため、全米で大きな話題を呼んだ。 試合後にコメントを求められたドナルドは駆け抜けた瞬間はセーフなのかアウトなのかわからなかった。しかしこういう状況を考えれば確かにアウトとコールされるべきだったと思うと語った。2011年はマイナー落ちを経験し出場試合数は減少したものの打率は318と高水準だった。2012年12月11日に アリゾナダイヤモンドバックスも含めた合計9選手が動く三角トレードにおいて新品キレッツへ移籍した。2013年11月5日に FA となり12月28日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2014年はトリプル A 級オマハストームチェイサーズで25試合に出場していたが5月29日に金銭トレードで テキサスレンジャーズへ移籍した。本職は遊撃手だが、二類、三類、外野も守ったことがある。メジャーでレギュラーをつかむほどの力はなく、便利屋に落ち着く可能性もあるとされていたが、現状はそれに近づきつつある。ありがとうございます。